具天大爆発まで、防具天大爆発まで、防具天大爆発まで、すげえ、防具天大爆発まで。うわあ、ポッ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 ポ始まりますよ。おはようございます。釣り子 TV です。浅草ラインスラックからいよいよ登場したオグペン。今回の動画はですね、この動画を見終わる頃には、この巨大なペンシルベートで、どんな感じでアクションさせるの、どんな感じで魚はアタックしてくるの、80オーバーのシーバスってどんな感じでファイトするのとかね、一目瞭然でわかるような動画内容となっておりますので、ぜひね、最後までご覧ください。それにしてもオグペン、とにかく巨大な魚が反応するんでね、そこも必見です。ではスタートしていきまーす。オグペン使ってますよ。すげえベイトの上には乗ってるっぽいんだけど、どうですかオグペンは。超使いやすいわ。まとわりつく、なんかすごいアクションが出しやすい。で、大きさが絶妙。ベイトの道々だと思うんだけどな、そこの。ってことはこれ、この城の外角、うん、この城なんだよ多分。ああいうのがやってるっつって言っても何もありませんでしたってなるから、基本はちょっと、まあこんだけこの城湧いてんだから、おっしゃー出ろー、よっしゃーよっしゃー、ビッグフェイシャル待ってろ、つっとこ、これでいけるかな。どっしゃーんと来たね今。ちょっと待ってね、揺れで狙えない。しっかりかかってるよ、はい、しっかりかかってるよ。誘導して、よっしゃー。お、これは伝説の XOR じゃないですか。メガバスの一番最初のシーバスロット。うお、マグザラすげー、おめでとうございます。ありがとうございます。あー、だからあんまり使わなくなっちゃったのかな。いやー、いい出方だったな、戸田君のは。ザ・ビッグペンシルみたいなねえ、音も良かった。まあでもこのまま、このあと、おお、なんかでもマイクロベイト食ってんね。なんか今チチチチチってすごいちっちゃいのに対してボイルしてるわ。まあもう坊主逃れしてるから、ここは頑張って投げた方が。ああ、それがいいような気がする。よっしゃ、乗った乗ったぞー、オグペン。よいしょー、あー、ダメだ、バレるか。はい、オグペン来ましたよ。70ぐらいかな。いやー、オグペンねえ、ランカーまではいかないけど、しっかりとね、誤爆かなと思ったら誘い出して、しっかり乗せることができました。オグペンフィッシュー。うわー。
竿はね、これ自分で作ったね、こういうピックペンシル用の竿で。オグペンね、あー、開始蓋流し目かな、封開封してもう速攻で釣れてくれました。ぜひね、オグペンチャレンジしてみてください。イエーイ。はいはい、東京ビッグペンシルゲーム入れ食いですよ。メガドック、今度はメガドックフィッシュを。その差を聞いてんね、XO は。いいですね、柔らかい。こっからバラさないんだよな、こっからなんかその謎の粘りでバラさないね。ちょっと柄が短いからゆっくりでいいよ。でかい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 。でまだ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 誘導できる。よっしゃ、はい、メガドック、はい、メガドックフィッシュ、イエイ。ボブ天体爆発まで、ボブ天体爆発まで、ボブ天体爆発まで、ボブ天体爆発まで。お、出た、すげえ、すごい。よっしゃ、誤爆。誤爆。よっしゃ、乗った。よし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 。タモ。タモ。お願いします。よし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 。伸ばし、エンジンの方行く。来るよ。待ってね、回す。あーやべ、剪定にかかってる。うー、入ってない。よっしゃ、ありがとう、旋風セーフ。でかい、でかいでかいでかー。はい、オグペンランカー来ました。イエーイ。うほほ、すごいね、オグペン。いやー、追っかけて追っかけてのランカー、イエーイ。オグペンフィッシュ、なんだよ、長い、長すぎる。やったぜ。あ、簡単に取れる。オグペンとランカー、いやー、すごいね、嬉しい。いやオグペンやばいね。全然バレる気がしないのと、今日の全部そうなんですけど、うわ出たと思って乗んなくて、でその後にしっかりと、だいたい3回目のアタックで乗る、でそれが全部でかい。使い心地としてはこの本当絶妙に海水で水にまとわりつく絶妙な、このなんていうんですかね、まあ投げるとわかるんですけど、ウッドならではなのか、なんかねまとわりつくんですよね、水に。いい感じでまとわりついて投げ心地も良くて、あ、今も出たけど、すごいよこのルアー。ほらこれ今見た、さすがに近すぎるか、ね、やばいよこのルアー、ね、オグペン、イエーイ。今日俺の流し冴えてない、ランカーも出たよ。手前味噌ながら
今日俺見えてる。東京でこんなに20センチ超えのペンシルベイトトップウォーターでねえ魚が食ってくれるなんて本当いい釣りっすよね。ぜひねやったことない人ねこれあのいろんなチャーターボート屋さんでねあのできると思うんでぜひねお友達とかと誘い合ってもしくは乗り合いとかでもいろんなね船宿さんがこの時期ね精力的にこういうビッグベイトパターンというかビッグペンシルパターンの船ね出してるからねその自分のやりたいエリアの最寄りの船宿さんに問い合わせてで行くのがいいんじゃないかな。でタックルの説明ですけどこういうちょっと短くて150グラムとか200グラムぐらいまでしょえるよっていう竿で1日こうやってアクションする釣りなんで俺はなるたけ短い方が水面叩いたりしないでこうアクションさせやすいからおすすめです。でもうリールはねもう絶対ハイギア。こう船が海の場合潮で流されていったりするからそういう潮の流れも取りつつこうアクションさせるためにはこういろんなメーカーから出てるハイギアの、ね、わあ正面やってるわ。これは流されるでしょしっかり。おおすげえ。ダメか。爆発したのにな。この流し釣れそうだな。頑張れ乗せろ。
わーしゃーすげえやべ、でけえ、津田くん助けて、助けて、寄ってこない、いやーすげえ、オグペすごい出方だ、すごい出方だった、すごい、ダメか、にすごい、後ろにもでっかいのついてた、すごいよオグペ、うわすごい、あ、でもガッツリかかってる、まだ後ろにすごいのついてる、うわで超引くんだけど、あ全然弱んね、超元気なんですけど、いや遠いな、バレるか、うでかい、よっしゃありがとう、でかい、これはでかい、オグペン2段かでかい、いやこれはでかい、やったよ、すごいねオグペン、あの距離であの出方でかかっちゃうんだ、もうね完璧なんか、こんなの釣れちゃうんだな、オグペ、小倉さんやりましたよ、オグペ初めて使ったら巨大魚しか釣れない、はぁはぁって感じね、竿はまたまたね自分で作ったビッグペンシルロッド大活躍ですよ、ね、このサイズがしっかり乗っかってファイトできちゃう、やったね、オグペンフィッシュ、うわあ、ポポ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